はい、皆さんこんばんは。それではホワイトデーですね、再び遊んでいきたいと思います。ちょうど前回、雫のエンディングを迎えたわけなんですが、今回2週目ということで、今は出てきていない隠れキャラっていうかね、新しいキャラが登場しております。今回はその新しいキャラのルートを遊んでいきたいと思います。でね、ある程度最初はね、序盤は一緒なので、最序盤のね、金の封印とか解くところはもうすでにやっときました。なので、ちょうど新キャラが登場するところからスタートしていきたいと思いますと。基本的にね、最初の展開一緒ですからね。では今、封印を解いたところです。金の封印を解いて、初めて2階に上がるところからですね、ここからスタートしていきましょう。ちょっとね、ラブレター取っとこう。ね、前回これ取っても意味わかんなかったんだけどね、これ幽霊との遭遇アイテムでしたね。あ、やばい、来てる。あ、やばい、来てる。来てる、来てる。周囲来てますね。さっさと行っちゃいましょう。ここで、はい、イベントですね。わぁ、びっくりした。もう、何よ、いきなり。びっくりさせないでよ。何？なんでそこで突っ立っているの？はい、ということでね、ちょっと小柄なツンケンした女の子ですね。1回目には登場しませんでした。2回目から登場してる、ひなちゃんです。1年生だったかな。教室に用？何なの？ひなに話してよ。さっさと答えなさいよ。ぼーっと立ってないで。まあ、ちょっと今回はね、いいエンディングを目指したいので、選択肢は絞っておきます。あら、そう。それは失礼しました。ふん。ちょっと待って。よく見ると、初めて見る顔だけど。もしかして、しずく先輩と同じクラス？はえよはえ。また小林がしずく先輩の周りをブンブン飛び回るのね。人を小映え呼ばわりしてますね。何？落書きですって？ああ、もう知らない。とにかくここは閉まってるから、戻った方が賢明だと思うわ。ちっちゃくて可愛いけどですね。ほら、こんなちっちゃい。ここは閉まってるって言ったでしょ？で、この後のルートに入るためには、この落書きですね。今はちょっと調べられないんですけど、これが全部で10個あるんですけど、それをすべて、確認しないといけません。なので、序盤の攻略をしつつ、落書きも探していきますと。さらにね、今回難易度ハードなので、守衛の動向にも注意しながら進むわけならないわけですね。ハードにしたのは、ハードじゃないとね、会えない幽霊がいたような気がしたので、今回はちょっと難易度を上げてみました。その分ちょっとね、展開がね、遅くなるのがあんまり良くないんだけど、しょうがないですね。はい、ってことで、いつも通りですね、事務室の保管、鍵保管箱か、から、ドライバーからね、ナンバーを手に入れて、鍵を手に入れなきゃならないやつですね。あれがありますと。やらなきゃいけませんと。でね、ちょっとね、これね、確定だかどうかわかんないけど、2階の女子トイレの一番奥に、隠れてると、幽霊が出てくるんですよ。ちょっと確定だったかな。俺も一回しか当たったことないんですけど。ちょっと待ってみましょうか。来るかな？あ、来た！来た！ここにはいないわね。ここにもいないわね。だんだん、ノックが近づいてきます。ここにもいないわね。やばいですね。いよいよ、ここです。さあ、来ますよ、皆さん。はい、というオチでした。これは、カイコレですね。カイコレの、あ、早くこっち、ここで見ないっけ。
の一つです。幽霊との遭遇ですね。2階の女子トイレの一番奥で合ってるのか。で、遭遇できるみたいです。まあ、偶然にね、当たっちゃった人もいるかもしれないですけども。他にもね、いたっけな。他にも、確認できるものがあったら確認していきましょう。ただ、あんまり手間がかかるものはやらない、かもしれないですね。あ、これまずいな。守衛がいるな。最初ね、非常階段の方の鍵が開いてないので、あ、待って、ちょうどいいや。はい。もう一個ですね。二個目です。この辺、はや、さやかに似てる。確かに似てる。でも殺虫剤かけられてますね。ひなちゃんにとって、雫はもう、なんつうのかな、崇拝する存在っぽい言い方してましたよね。雫先輩。ハエよ、ハエって。なんで、サヤカも嫌いなんでしょうね。あ、やべ、あ、やべ、これ、まずい。守衛がね、ハードになったらものすごい敏感でさ、ほら、入ってくんだよ。入ってこねえし。わずかな扉の音でも反応するんですよね。ちょっと気をつけなきゃなりません。あいつ、なんで扉開けて違う方向いてんだろうね。チラ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 。できればね、向こうの部屋ちょっと、行って下に降りたいんだけど、そこ閉めてって欲しかったなぁ。二階の奥には行ってくれねえかな。あいつ、自分で扉開けといて自分で反応したぞ。でも今思うとあれですね。守衛さんあんな格好してたんだね。今まで違う格好しか見てなかったので、守衛さん見たことなかったんですけど。あんな格好してたんですよね。押し入れの中の女ですね。これもね、わかりました。後で試してみましょう。どこにいるかっていうと。なんかランダムでロッカーの中にいるらしいです。OK。落書きは後で調べましょう。守衛がいるうちに調べるとね、結構めんどくさいので。本当は今のね、放送室に、とか録音室にも落書きあるんですけども、守衛が邪魔なので、後回しにします。それよりも先に、それも先に、ドライバーで開けちゃいましょう。ドライバーじゃねえ。ナンバーを開けちゃいましょう。あ、でもここにあるか。チュイーン。気持ち悪い、なんだろうね、あれ。これで三つ目。三つ目。走りたいね。ものすごい走りたいね。走ると来るんだよね。で、ここに、四つ目ですね。このハエは光にそっくりと。光も嫌いみたいですね。ひなちゃんは。で、これか。ママ猫、子猫を探している。ふんふん。なんかあの目見たことありますね。悲しそうな鳩。うん。なかなか意味深ですね。で、ここでいつも通り、ゴーグルから番号、3126ね。これランダムなんですよね、毎回ね。3126です。走りてーけど我慢。我慢我慢我慢。一回セーブしていいですか？すいません。あれ撮ってなかったっけ？あ、後でじゃあします。そうか。サインペンさっき使っちゃったのか。じゃあこの後セーブします。
工具箱開けたら、じゃあ、あそこにサインペン一本落ちてるので、それ使って、セーブしましょう。3126。この、走れない。多少走ってもいいんだろうけど、音に敏感すぎてね。で、一度見つかると長いのがね、困っちゃう感じですよね。どうしても、早く先が見たいって方は、シークバーを使うか、倍速で見ていただくといいですね。YouTube は、倍速機能ありますんで。ひそひそしてますね。じゃあ、セーブさせてください。はい、OK でーす。ここのひそひそ声ってなんだっけ？豆乳を取れない。豆乳を取って、文章。そしてこれが3126。3126。こっちの鍵前使ってないよね。OK。では、こいつを使って、奥行きましょう。刺激そうだな。奥の、体育倉庫。その前に、雫に会えるんだっけ？あ、おさえないですね。今のうちやっちゃいましょう。よいしょ。漢方薬。まず行動に向かうのか。そしてここに、はい。蝶の絵です。絵をまたこれで回収。落書き回収いたしました。そしたら、ねえ、まあ、さすがにこう、何回もやってると覚えてるようで、でもなんか、忘れちゃってる感じですよね。あ、別所上の音するな。ああ、まずい。まずいまずい。あと少しだったんだけどな。閉まれよ。やり過ごしたかな？大丈夫かな？うまくいってれば、通り過ぎてくれるんだけど。ここはまだ隠れるとこいっぱいあるからいいけどね。新刊になってくれるからちょっとめんどくさかったね。奥まで行って、例えばこのまま走り抜けて、奥のトイレにまたか。2階のトイレでも全然問題ないですね。あそこでやり過ごしても、まあ、効率が良かったかもしれないですね。ちょっと待って、立ち止まったな。階段降りるのを待ちましょう。降りたね。ふぅ。OK です。守衛がいなければね、もっとテンポいいんだけど、いないと全然恐怖要素が足りないからね、なんとも言えない。必要な存在なんでしょうけども。もうちょっと足が遅くても良かった気がするね、守衛さん。足引きずってるんだし。もうちょっと自由に走り回りたいところではありますが。こっちか。閉めとこう。で、ここを開けましょう。開けて、閉めて。ここは後回し、なんかね。あと3個ですね、落書きは。カイコで来まーす。カイコで飛ばしまーす。うるさいんで。うるさいんだ。ここですね。鳥かごの落書き。鳥は飛んでいってしまった。で、コインかな。
で、一度、行動に行くんだけど、うん、杖をついたネズミ。行動は閉まってると。で、電気消える。これでフラグが立ちましたね。で、一度雫の、救出が、ここで一回入ります。多分ね、このタイミングだと、守衛がいないのかな？なので、このタイミング、あればこの後のタイミングかな？に、安心して、落書きを探すのもいいと思います。ここは自由に、ね、走り回れると思いますので。じゃあここはもうパパッと飛ばしていっちゃいますよ。テンポよく行きましょう。キャンディー渡したくて。え？え？そのために学校に来たの？まあ渡せなかったんですよね、前回ね。光もいるの？このシーンだけちょっと。もうちょっとやらしかったイメージだったんですけど、そんなことなかったですね。全然なかったですね。はい、じゃあ、相方、音うるせえな。では、鍵を手に入れまして、いや、こんな音、音楽でかかったっけ？で、こっち。端から開けちゃおうか。端から開けちゃって、まあ、十分時間はあるので、慌てらずにですね、あ、取れないか。行きましょう。懐中スプレー。こっちは回復アイテムだっけ？回復アイテムちょっと多めに欲しいですね。ここかな。あとペンがあったか。いや、文章だけか。あ、ペンもありますね。ペンもいただきます。で、体育倉庫。ここでまた謎解きをしましょう。9486。待ってね、ちょっと書くもんと書かれるもんがないと。868396。9486、8396。もしかしたら、もしかしたらだけど。もしかしてだけど、2、2、5、9、4、あ、合ってましたね。メダル確認せずにも合ってましたね。まあ、合ってることもあるんですよ。帽子だけ取っときましょうか。前にやった時と同じ年号だったので、2594でした。 M キーでは、あー、こっちはいないんだけど、いないんだよな。じゃあ草をどんどん枯らしていきます。草刈りタイムです。草刈りタイム募集。草を刈って、もう一個、全部で5個だっけね。5個あると思うので、これもささっと。このタイミングではね、守衛いないんでね、時間さえ余ってれば探索し放題ですからね。あ、イージーとかだと15分ぐらい確か あるんで、猶予が。そこでアイテム取り忘れがあったらね、探すのもいいと思います。てか、この後はあれだな、雫のクラスに入んなければ、ボスを倒した後にね、
その間も確か守衛いなかったような気がするんだよな。ちょっとわかんない。定かではないですけど。まあ、確実にこのタイミングではいませんので。あと一個。ささっと割っちゃいましょう。一番奥か。奥で。なんで急にチュートリアルここで。はい、OK です。マシューで、うめき声が聞く。おぞましい声か。まあ、やっちゃいましょう、ボス。この音楽もうるさいしね。まずは、下の階で殺虫剤。まずは燃やしましょう。燃やしたねや。突然の QT だからね。びっくりするよ、これ。やったかと。まず右。ここでも全部一緒なんだよね。次左だもんね。次が左で避ける。ここは飛ばせないね。そんなに燃えねえだろって感じもするけど。よし。これで、自由なタイミングになったかな、これ。どこだったかな、このタイミング自由だったかな。ひそひそ言ってるね。ちょっとわかんないけど、行ってみよう。で、2の8に行くと、木、木の灰があって、おそらく、お話が進行するんですけど、その前に、ちょっと待って、マップマップ。その前に、取り忘れてるものを取っておきましょうね。タイプライター前回使わなかったよ。で、ここですね。多分これで最後の一個だと思うんだけど、うん。全部やったと思います。ここを開けて、あと、どこだったっけな。ここか。ここだ。ここです。何か、手形がありますよね。ゆっくり落ちてきましたね。はい。ただのカイコレですね、これも。これもカイコレの一つです。攻略とは関係ないです。で、やったかな、やったかな、やったかな。あと2の11か。2の11。2の11はここかな。ここなんかも前回入ってない気がする。ここにですね、じゃない。これだ、名簿があるんですね。出席簿。これを。いてかなり痛いですね。やっぱ重量感あると痛いですね。かなりのリックドムだったので、救急箱1個、消費しました。これも買いこれです。文章があればね、あれがどういった会議だかわかると思います。やらなくてもいいもんでしたね。非常に痛かった。あんなに食らうとは。では、入っていきましょう。雫が見当たらない。
ここの会議は確かまだできないんだったっけな。そうか。じゃあ一旦ここでイベントです。何よ、まだ帰ってなかったの？ところで、なんか変な音しない？これさえが飛ばしちゃったら大丈夫です。なんでも OK。あんた。ここの選択肢はね、全然もう、なんでも OK です。あんた、あの子の肩をも。で、ここですね。ビビってサイカが逃げるんですけど、これ、後を追わないで、前回もこう選んだと思うんですけど、雫と会話しますと。で、このシーン、覚えてますか？旅で出てきますよね、これね。雫と会話して、あなたが助けてくれたの。何も覚えてないの。気がつくと。私多分前回、好感度が足りなかったかもしれないですね。好感度が足りなかった。そうなの？スケベなことしすぎたかもしれないですね。ひょっとすると。ちょっと彼女を電波扱いしすぎちゃいました。で、この後ですね。あ、やべ。主演がいんのか。雫と別れた後に、階段に行くんだったかな？に行くと、ヒナのイベントが確か進行するはずです。あぶね。オッケーですね。しずく先輩の顔、どうしてあんなにこわばったの？教えてよ、先輩を追っかけ回して学校に忍び込んだの？落書きをすべてコンプリートしてればこのイベントが発生します。そうすると成功ですね。では、ここから、じゃあ彼女の、なんだっけな、こっちだったかな。何言ってるのよ？転校してきたばかりのくせに。もう、イライラする。どうしてしずく先輩があんな表情で放送室から出てきたのか、とっとと教えなさい。動きが可愛い。しずくのストーカーの君が聞いてみれば。なんですって？ちっちゃいなぁ、でも。まさか、主人公が意外とイケメンな行動をとります。女の子を助けて自分は追われると。この状況で隠れて、見つからないわけないと思うんだけどね。明らかにトイレ入ったの見えたと思うし。はい、というわけでガチで追われて、でこの後普通に新館に行けば、新館にですね行って、また新しいルートがあるのかな。本編とはちょっと違う方向に入っていくので、ちょっとそこまで行きたいけど行けるかな。まあまあまあ行きましょうか、行きましょうかね。せっかくね、見てる人も気になるでしょうから。どっち行った？はい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 。正面行きましたか。仕方ありませんね。では、上行きましょう。追ってこいよ！で、そうですね。確か、ここの幽霊はね、まだ遭遇できないんじゃないかな。いや、会えるか。はい、なんか変な声しまいますよね。そうすると。はい。
長かったですね。なんか VR っぽい。ですね、ずっと。へけ。ひたすらこの、問題を解きす、ない目で、問題を解き続ける女子でしたね、今のね。怖い怖い。あれにもなんか背景があるんですけども、ちょっと今回それわかんないので。あ、これやっぱイベント中に殴られるやつや。イベント中に殴られるやつですね。いてーくそ。めっちゃもらっちゃいましたね。これ大丈夫、回復不足になっちゃうかな。怪異とかで無駄なダメージ受けてましたしね。真っ赤ですよ。なんかあったかな、アイテム。せめて豆乳でも飲んどくか。ふぅ。まだ赤い。この子がね、なんであんな巨大化しちゃったかわかりませんけど。まあ、コインも集めて、後でカレー食おう。なんかアイテムもね、全部はもっと集めていけば回復アイテム落ちてたと思うんで。あ、しまったな。ロッカー見てくるの忘れちゃったな。新刊のロッカーに、あれですよ。押し込まれた死体だっけ？なんか、女っていう会議があったんですけど、それ見てくるの忘れちゃったね。うるさい。それを見忘れてしまったな。まあ、いっか。カレーとかあるのって2階だっけ？はい、これも、会議の一つですね。でも今のところは消えちゃいます。多分これハードじゃないと出てこないんじゃなかったかな。ちょっと覚えてないけど。で、幽霊に遭遇できない場合は難易度を上げてみるといいかもしれないですね。で、ごそ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 言ってますね。こっち何かあったっけ。鶴か。鶴は別にいいや。で、ちょっとここでセーブさせてください。